アテナの軍勢が手薄となっていた。だが諸葛、まだアテナの姿はない。間に合ってよかった。時間がかかった。それまで家康を討てば勝つために魔王に向かうか。信長の目に映されたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公卿にとお任せを。女神の力を借りるわ。敵には疑いを持つ者もいるのだ。各所を守る今の奮闘に期待しよう。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。ナオトラ、力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに、私が。すみません、どいてください。家康殿は政宗殿に任せておけばよかった。それより私は敵の指揮官を撃ってしまった。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。私に任せて。押してまいる。ネズミのようにちょろちょろ正面から来る勇気もない。敵の力侮れない。攻撃に打たせよ。勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいと思う。こらえよう。その調子、その調子。大元気殿、一度お下がりください。芝将軍は敵の誘引をお願いします。分かった。師匠殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。諸葛丹殿の指示は血の爪的か。この調子で頼みますぞ。おお、ありがたきのお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。今一日に笑う人もあるが、そんなに言うならぬ口やかましてじゃ。政宗さん、何かおっしゃいました。敵の背後へ回り攻撃を。はいはい、来たわ。なんか生き生きしてるな、諸葛丹のやつ。背中がガラ空きだぞ。魔王騎の槍、向けてみよう。
がよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば、必ず耐えしのげよう。わしは皆を信じている。そして何よりもお主の最後は私のごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛孔丘にお任せを。魔長殿、抜け道から交代を。代わって大元気殿、たまりましたぞ。ああ、あとは任せた。ええ、皆の健闘に無駄にはしない。神出鬼没とはこのことだ。おかかしい真似をしてくれ。敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい結果か。突破口は足で開くべし。家康殿、大変です。本能寺正面を突破されました。だがまだ我らがいる。三河牛の粘り腰、許する時ぞ。さすがに息が切れてきたぜ。やる気があるのは素晴らしいこと。師匠殿に見習ってほしいものね。奴らの動き妙だ。どこかに裏道でもあるのか。おや、深く乗り込んでくるとは。私の美しさが石を引きつけてしまったようです。では、あの子供ではない感じ。もしかしてこの人は。ああ、彼が知ったんです。私たちを見る目のつけどころは見事です。です。我が君のため、ここで消えていただきます。しかし、ここの仕掛けはすごいな。すぐに帰ったら、俺の部屋に抜き道を。くだらない。シュバイ殿が許すと思う？この構造もすごいが、諸葛丹殿の正確な指示、なんと見事なのだ。セウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか。それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんよ。でもわかりました。メルセウスさんは優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思う。これでは家康殿の期待を裏切ることに。私はなんと無能なのだ。信長殿が本隊で到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛丹殿を守り抜かねば。任せて。平八君には、信長殿に生まれたここの地図、それをもとに貫きを使った策を立てて、内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛孔丘にお任せを。敵には我らの持ち物もいるよ。私を守る皆の奮闘に期待しよう。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。なおとら、力を貸してくれるか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様の元に行きたいのに。敵が、すみません、どいてください。家康殿は政宗殿に任せておけば。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまおう。なるほど。そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。
基本だけですごいから。ネズミのようにちょろちょろ、正面から来る勇気もない。腕輪の力侮るな。まともに当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだ。まあこらえよう。大元気殿、一度お下がりください。しましょう。分かった。指示を出す。くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。そのスタンドの指示は緻密で、この調子で頼みます。成功。ありがたきお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。先ほど演武隊は本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。言われずともわかる。お中道にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。私に挑む。よかろう、かかってくれない。芝生殿、抜け道へ急いでください。馬長殿は敵の背後へ回り追い拾いを。はいはい、来た。まだ腕輪を使いこなせていないということ。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。ただこれで時間は稼げたはずだ。戦者と意地でも光るわ。この苦境が私の不手際までな。私一人ならば我が軍に挑め。この俺が相手だ。こりゃ私がやった。いろいろなことがあってすみません。ご苦労様、上敵でございます。みんなよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続け、耐えしのげよう。わしは皆を信じている。そして何よりお主の采配を得る。私のごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛公宮にお任せ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。失礼。己の無能ぶりに笑いが込み上げました。私は利用されるかもしれない。メドゥーザを倒した。そして、奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんが。でも、わかりました。メドゥーザさんは優しいんですね。君たちの方がよほど優しいと思う。どこにいるんでしょう。普通なら、
にいると思うが。じゃあ敵に打ったくまで切り込まないとですね。いい画角、突破口は足で開く。おいい作りだ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。いい作りだ。試させてもらおうか。射撃の構成がやんだよ。門を開け撃って出るべきか。待っておってろ。今こそ竜が天に昇る時よ。責任は果たす。基本だけがすごいこと。敵の足並みは乱れるだろう。本能寺を守り抜いたか。大尉、預かりし要所、敵に渡すことなどできませんよ。せっかくの地獄、
私も楽しませてもらうわ。全軍参加して勝負かかるんじゃ。人に任せきれる長引くの面倒、私が肩をつかむ。この私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。みんな、アンギトーが助太刀に参りましたぞ。尊敬の御命により、この御使命も参戦する。敵の援軍か。敵将って何をしてる記憶に留め、責任は果たす。基本だけどすごいこと。戦は知略でするもの。おらんしろがよい。胸よ。何勝ちこそ東国の総主。いや、天下無双よ。敵将、サルは檻の隅で震えている。この運はここに住む。やるしかねえ。信長様、耳を借ります。必死に切り結ぶ姿が素敵
目指すもんなるまでわしは止まれねえ。今のわしじゃ信長様にはかなわんか。信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当に良かった。いえ、私などにそのようなもったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫権さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。領主指名だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしはこう幸福。どんな世界であろうと殿のために戦い抜く。神に歯向かう者がまた増えた。神、私たちはどうすればいいんでしょう。ペルセウスよ、ウヌに問う。正直わからない。ただゼウスは狂楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在。そうやってこの世界を作ったのも。いずれであってもいずれでなくともおかしくない。私たち、やらいでか。こう、これが歓喜行だ。領主指名の治癒。俺は執着。真意の見えぬ敵か。ウヌは信長に挑み。私の考えは同じだ。腕輪の力を使い。ダーク、我らがこれ以上干渉すれば。承知した。ならば他の腕輪も探した方がいいかもしれませんね。敵には。腕輪ハム。ああ、不思議な。私もつい先ほど決まりなのじゃ。みんなでその娘に会いに行こうぞ。申し上げます。民が我々の軍を頼って。なんだと。民を。さらにまだ逃げ。そんなもん。少し落ち着く。こうしている間。やれやれ。